久保さん、わかる人と付き合うっていう。うん。これ、わからない人と付き合うと、わからないから、あの、大変なんですよね。分からせようとする。まあ、分からせようとすることが、まあ、いいことなのか、どうなのかっていうところもありますし。だから、その、自分の話を分かってもらおう。じゃあ、分かってもらうために、いろんな説明、いろんな切り口、いろんな角度でしないといけないですよね。ただ、久保さん、一番いいのは、ど、久保さんと話すと、 別にどんな角度でも何でもいいっていうね。<laughs> 何でも分かるっていう。何でも解釈できるっていう。なんかね、めちゃめちゃね、この、僕はね、多分ね、久保さん以外、あんまし、まあまあ、こんなやりとりを久保さん以外やってないんであれなんですけど、そのね、めちゃめちゃ楽っすよね。だって解釈の受け取り方がもう無限にできるんだよ。まあ、お互いにね。まあまあ。なんで、その、 噛み合わなくてもいいだろうし、噛み合わせなくてもいいし、勝手に噛み合うし、噛み合わせようと思えば噛み合わせられるし、もう変幻自在なんですよ。だからこれがね、本当にまあ、まあ、うんまあ、ありがたいなとは思いますね。うん。だから逆を言うと、逆を言うとうというかまあ、このやりとりがずっと続けられる理由って、何でもいいんですよね。何でもいいんで。<laughs> 何の縛りもないんですよね。 でもその縛りがない関係性でもあるし、縛られてないし、うん縛ってもいいし、結び目も解けるし <laughs>、何やってもいけますよね。うんだからまあ、まあ、なかなかそういう人とね、巡り合うってことはなかなか難しいんで、まあ、会う人とお付き合いするっていうのが一番いいんじゃないですかね。うんただ会う人とお付き合いしてても会わなくなる可能性もあるしね。 その時代とともに考え方が変わったりとかして、だから、これは難しいんですよね。だから、何すかね、まあ、お互いにやっぱ成長し合ってる仲が一番いいんじゃないですか。お互いにその考え方がアップデートしている。だから、ずっとまあ、合うというかね、合わせられるというか。でも、片っぽが成長して、片っぽが止まってると、やっぱ話しづらくなるので。うん。そう。だから、例えば、分かりやすく言うならば、 久保さんも経験あると思いますけど従業員と経営者って話しづらいじゃないですかでなんで話しづらいのかっていうと考え方が違うからですよねでも最終的に久保さんはいいよ給料払うから来なくていいっていうね <laughs> もう給料払うからいいよ来なくてみたいなねわ <laughs> かりますけどねその気持ちはうんいってらっしゃい